どうもこんにちは小泉総理の嘘を暴くということでございますけどもまあ正確に言うと嘘じゃないんですけども小泉総理が当時ねあの信じていたことが実はね騙されていたってことを最近になってお話し始めたってことなんですよねで日本の総理大臣ってポン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 変わるじゃないですか総理大臣だけじゃなくて大臣もよく変わるんですよね、まあ、つまりこの国を動かしてる人って誰なのかなって考えた時に実はね 官僚なんですよね官僚主導の政治をまあやめるみたいなことでね菅総理もちょっと大なたを振るった時期があったんですけども、まあ、任期が短かったんでそこには至らなかったんですよ、まあ、そもそも情報を持っていたり実際に物事を動かすのっていうのは官僚なんですよねで官僚っていうのは一定期間その職員にずっといますんで2年とか3年で変わる大臣とかと変わってですね違ってですねベテランなわけなんですよで大臣っていうのも実はね 官僚が用意した紙を読んだり、官僚が用意したスケジュールに沿って動くだけなんですよ。ということは、判断力と莫大な情報を持っているのは官僚で、官僚が大臣を、そしてこの国を動かそうと思ったら、ある情報を隠して、で、誘導したい情報を出すっていうふうなことができるわけですよ。つまり、大いにバイアスをかけることができるわけですよね。で、一つは、 沖縄の米軍基地を辺野古に移すっていうのも、あれは官僚が決めて、当時の畑山総理に言わせたんですよね。ですんで、畑山総理は後日、官僚に完全に騙されていて、私は官僚がね、正しい政治をしてくれるもんだと思ってたんだけども、実はそうじゃなかったってことが後で分かったっていうふうに、非常に後悔してるわけですよね。まあ、菅総理も同じですよね。菅総理じゃない。菅直とか。 菅総理も同じだったんですよ、民主党のね。えそれから、小泉総理も、当時は原発推進派だったんですけども、今になって、原発は絶対やっちゃダメだったんじゃないかなってことで、今、すごく反省してるんですけども、官僚に相当吹き込まれて、騙されていたわけですよね。それから最近は、その官僚も、財務省の人もね、あの出てきて証言してますけども、実は、財政には、何、税収っていう形の限度はないってことを言ってますよね。 まあつまり国の財源っていうのはあの国債発行によって賄われてるのであって実際は税収によって財源をしてるわけではないよっていうこととあとあの消費税のこともそうですけども消費税っていうのは預かり税でもなければ疫税ってものも存在しないと消費税っていうのは事業者が払ってるだけであって事業者は払うことを見越して売価をつけてるだけっていうねだからレシートによくね最後のところに、えー、税金はいくらですよって書いてますけどもこれには全く意味がないんですよ そもそも1万円のものを買ってプラスで1000円消費税ねってレシートには書いてますけども実際にその1000円が1万円に対する消費税っていうそういうふうな保証はないわけですよその見込みがあるだけでね、うん、だから売価が1万1000円で消費税はそのうちに1000円かもねみたいなことらしいんですよ実際に消費税がそのまま1000円ってことはないですからね考えればすぐわかることなんですけどね まあそういった形でねあの小泉総理も当時ねいろんなことが分からずにでもそのキャラクターですごく人気だったってところありますまあ当然私も優先民営化とかね応援してましたしね、うん、それが小泉総理みたいな実行力のある人が竹中平蔵さんと組んでねこの日本を良くしてくれるんじゃないかなと思ったわけなんですよでも実際はあれが失われた30年の入り口だったというねとんでもないスタートだったということが時間が経たないとわからないもんですよ はい、ということでビジネスもある程度やらないと分かりませんからちょっと頑張っていきましょう修正しながら確認しながら儲けていこうじゃ